簡単に書くとこういうブロックにの図になります。でこれを、PL ですね。 PL ってあの売上からずっと利益が、残っていくような数字になってるんですけど、縦にこう羅列で並んでるので非常に分かりづらいと。なのでそれをビジュアルで分かるようにっていうことで、こういった図解をしていくような仕組みになります。で、例えば簡単に、まあ、売上100の会社があったとして、その中で変動費、まあ、メーカーであれば、製造原価だったりだとか、流通とか小売であれば仕入れっていうような変動費が例えば20ですと。そうするとここが残った分が、まあ、いわゆる粗利っていうところですよね。で変動費20なので残った分が粗利が80ありますと。でそこから当然固定費が、まあ、事務所の家賃だったりだとか、あと人件費ですねとかがかかりますと。で固定費例えば70あったとして、大体どの会社さんも人件費が一番大きい費用になるので、まあ、例えば40とで他で、まあ、30ということで、粗利から固定費70で残った利益が10になりますと。で例えばこういった形でこの会社は利益が出るんですけれども、固定費が大きすぎて80になると当然利益出ませんと。でさらに90になって10超えちゃうと、まあ、赤字ですよと。でそうなった時に人件費が大きすぎて赤字なのかとか、それとも経費が大きすぎて赤字なのかと。でなかなか PL でずっと数字が並んでるだけだとちょっと分かりづらいと思うんですけれども、こうやってビジュアルにすることで、そもそも変動費が高すぎるとか人件費が多すぎるとか、そういった状況がこう目で見て分かることができる。でさらにそこから、まあ、利益例えば10残ってたとすると、まあ、税金が引かれて、まあ、10が8になり、で、そこから借り入れの返済が例えば2があれば6残り、でそこから、設備投資で、まあ、2使いましたとなると残りが4ということで、これが来期の繰り越しになりますというような形で、売上がここから最後繰り越しまでどういった構成になっているかっていうのを目で見ることができるということと、あとは、今後の目標を立てるときに、大体みんな売上を前年比 105% とか 108% とかってここからなんとなくざっくり決める人が多いんですけれども、そもそもいくら残したいのかっていうところから戻っていって、で売上がいくら必要かっていうふうに決めていかないと、ここスタートでここ残らなければ意味がないとか、ましてやここ赤字になってしまっては意味がないというところなんですけれども、なんとなくここからスタートしちゃう方が多いので、それをここから遡って逆算で根拠を持った売上を決めましょうとか、そういったことを今本当にザザッとなんですけれども、しっかり説明をして、あとプラス他にちょっとツールがあるんですけれども、そういったものを使って自分の会社の数字っていうのをビジュアルで把握しましょうと。なので、知識がほとんどなくてもこれで、まあ、経営の計画が立てられますというようなことを詳しくお話しするセミナーをさせていただきます。